とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストいきます。しかも、カバンビルドではなくて、普通に行きたいと思います。この、バブルバースター、むちゃくちゃ強いのよ。なので、これだけで、いけます。装備が、バブルバースター、発光するイカの防具、不滅のナイフ、そしてアーティファクトに、羽、トーテム、ホルン、ですね。で、さらに、行きやすい場所として、変更点で、マルチショットがついてる場所。ここに行くと、無双できます。むちゃくちゃ強いです。行ってみましょう。それでは、行きましょうか。この弓の強さっていうのが、これなんだよね。複数の目標にヒットする。これが、普通の長弾のエンチャントではなくって、特別なやつなんだよね。で、これがついてるのが、バブルバースターとピンクスコーンドレル。この2種類なのよ。ピンクスコーンドレルは前使ってて、むちゃくちゃ強いと思ってたけども、バブルバースターの方が、バブルダメージが入って、ダメージは全然上だね。こっちの方がいい。まあ、ピンクスコーンドレルでも、やれないことはないです。で、マルチショットの変更点がついてるところだと、おそらくよ、おそらく、カバンビルドより強い。でもね、ちょっとね、弱点もある。それが変更がついてる敵が来ると、やられるっていうところ、だね。で、変更対策で、守護のトーテムとか、あと、デスバーター入れておくのも、いいって言われたね。うん。で、そして、ネームドの敵。このバブルに入らないやつっていうのがいて、ネームドの敵は入らなくて、そいつらがね、ちょっと倒すのに時間がかかるっていう、そういう弱点もあります。でもほら見て、めちゃくちゃ強くない？カバン使ってないのよ。カバン使ってなくって、この殲滅力、半端じゃない。半端じゃない。これね、マルチプレイで、フレンドがやってて、なんでそんなに、敵バッタバッタ倒せるんだろうなってね。不思議だったんだよね。何か、パソコンだったら、こう装備を簡単に付け替えができるのかなとかも思って、なんか不思議だったんだけど、実際自分でやってみたら、ただ、この装備を付けてるだけっていう、ものすごい発見があった。すげえ強い。で、ここがあるのか、もうここあるの嫌いなんだよね。まあいいや、この先に、キャプテンが1体いるよね。そいつを倒して戻りましょうか。キャプテンは、バブル、効果があるので、簡単に倒すことができます。あれ、キャプテンいない？もしや。今回は、デイリー3だけども、一応全員、倒して、旗は全部取っていく感じで行きましょう。ここ行こうか。どうしようか。ここ降りるともう行かなきゃいけないんだよな。いいか、行くか。行きましょうか。ここは多分、キャプテンはいないっちゃ思うんだけどね。ちょっとこいつ倒すの時間かかるんで、カバンで行きます。ちょっとこいつはね、まずいんだ。あいって嘘！マジか！一発？ワンパンなの？よっしゃ、よっしゃ。もう一回死んじゃった。まあまあまあ大丈夫でしょ。いけるいける。よし、一回死んじゃったけどね、ちょっと気を取り直していきましょう。いや本当無双、本当に無双できる。あ、反対側か。でさっきの上の部分で出るかと思ったんだよね、キャプテンが1体ぐらい。出なかったんで、こっち側いるかな。多分前半のうちに3体か4体はいるはずだと思うんだけど、どうでしょう。ああ、アイテムだ。わかんないね。いそうな雰囲気はない。多分この中に2、3体いるんじゃない？多分、名前出る？いや、出ない！
いないのか。お、キャプテンいる。いいね。キャプテンも余裕で倒す。脅威。で、艦隊側にも、おそらく、一体ずつぐらいいるんじゃない？どこだ？キャプテンどこ？あ、こっちじゃない。反対側か。じゃあまだ2体しかいてないね。ちょっと6体いてくれてる？あ、いた。はい。なんだ？モブの速度が 70% アップ。まあまあ全然余裕だね。よあ、いたいたいた。あー、キャプテン単体か。おっしゃー、2体倒した。で、なんだ、ナイトモードで、プレイヤーのダメージ 40% 減少。結構きつい。いやでもね、この弓のやつだったら、弓のビルドだったら、そこまでダメージの減少っていうのが関係ないから。この先か、先の方にいるのかもしれないね。いやいや、簡単に倒せるな。あ、ホースマン。あー、ホースマンもあれか、ネームドだからちょっと厳しいか。あ、でもまあまあまあ、このバリアの中でいれば簡単に倒せるんで、こちらは余裕か。もうあれでしょ、村人助けるところだから、じゃゴール間近のところに、あー、やばいやばいやばい、変更がいる、変更いる。よし、変更がいたらこのバリアの中で倒していくっていう感じだね。 OKOK、 行きましょう。あ、で、あれね、ネームドも簡単に倒せるっぽいね。ただ条件があって、敵と一緒に、もう同時に倒す。雑魚と一緒に。うん、どうもこの、バブルダメージが、雑魚に当たった時に、周りに伝染するみたいで、で、それで、ものすげえダメージを与えて、ワンパンで倒せていってましたね。なんで、ネームドが来たら、その雑魚の、集まりのところに打ち込んでやって攻撃をするといい感じっぽい。いた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 。どこ？あ、いたー。しゃあ倒した。姿が見えた瞬間倒す。で、脅威でしょ。え、まだまだ先にあるの？いた。おーし、見えた瞬間倒した。オッケー。とりあえず全部取れましたね。脅威3、ナイトモード、ダメージ 40% 減少、速度 70% とかです。あとはもうクリアするだけだね。クリア前にはちゃんとこれをつけてね。最近ゴーストキンドラーにしました。はい、クリアです。邪悪な村人から、それでは報酬見てみましょう。最初が、なんだ、骨付き肉。ここだよ、ここ。防具。骨の弓か。骨っちゃったか。ダメだね。クールダウンショットがあるからちょっと期待したけども、他がついてないので、いりません。で、骨は、あれなんだよ。お供え物には向いてません。これ、マークが一つなんで、これはお供え物に向いてないんだな。はい。ということで、今日はね、これ、バブルバースターの、複数の目標にヒットする。これがむちゃくちゃ強いよということで、やってみました。まあ、変更対策に守護のトーテム。そして、風のホルン。ここはね、入れておいた方が、いいと思います。はい。まあ、条件が揃えば、カバンビルドよりも強いかもしれない、そういう装備です。
やってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。